はい、こんにちは、ケイケで、何やら巷というか海外の大会でちょっと調子の良かったデッキがあるみたいで、うちのメンバーシップの大会でも使ってる人が数人いたんで、うん、これ一回試してみるかということで、こいつをね、うまいこと活躍させたいデッキです。やってみましょう。さあ、うまいこと待ってくれるといいんだけれど、まあ、デッキ組んだらまずそいつとやろうみたいなね、いきます。最初はグーじゃんけんぽい。文句ないっすよね、先行で。こっちグーなんだけどな。旦那さんもじゃんけんのレギュレーションをしっかりと決める必要がある。ひどいね。で、私が先行か。お願いします、はい、お願いします。おんちゃん、あー、ラッキーブイ。黒い眼差しブザブラッキーブイ。一枚引きます。これどっちがいいんだ。ブラッキーブイで後輩くん。えこれ後輩くんか。オーラー貼ります。はい、で効果でね、まあ効果不効果基本おー結構いい。まあ紐あったらあったらいいよ。メソメソ、まあ、奥はメソメソね。で、眼差し打たれても最悪いい、うん、で、終わり。1枚引きます。これ高校が良かったな、むしろ。ダノさんの嫌いなスーパーボール使います。まあ、編集という都合上嫌いだね。カードはめっちゃ好きなんだよ。はい、無限大な V 持ってきて、山まだ触るんで、ちょっとあれでいいですね。あ、それは助かる。それ助かりますよね。ポケモン通信、使います、はい。クロバット V、山に戻します。高校でも良かったけど、これはこれで先行の特権ではある、ね、一応ガラルファイヤー V 出しとくか。はい、了解。見栄え上、ガラルファイヤー V を。了解。ガラルファイヤー V。はい、どうぞ。ベンチ出します。で、ブラッキー V まで出しちゃいます。あ、大きなお守りすら貼っちゃいます。お守り、まあいいよ。うん。で、多分大丈夫だ。V、クロバット。V、クロバット。で、ナイトアセットを使って、はい、5枚引きます。さすがに風船貼ろう。うん、これはね、ガンノラさん。はい。なんでしょう。ガラルファイヤーで。うわー、この動き博士っぽいな。いや、俺はエネルギー引けなかったら泣くんで、研究打ちます。そのダイナとクイックボール捨ては深いね。そう、オンバーン V をコール&次のクロバットが置ける置く可能性があるので、ここはちょっと捨てで、どこにエネルギーを張るかなんですけど、まあ裏じゃない、無限大な V か、こいつ飛ばすでしょ。次無限大な V だな。はい、了解。いいよ。ギリギリこのままで終了がいいかなと。終わり。なんでギリギリ終了。ギリギリで、うわー、気まずいカード引いたな。あー、でもけば、ね、ありか、ありだな。あり。え、ジグザグマ。ジグザグン回収で、はいはいはい、ジグザグマ1点。うわわわわわわ。でも次落としに行こう。やってき型だわ、それ。ちなみに手札がね、だいぶ潤ってる。いや、まあ多分これはかなり良さそう。レベルボールでメッソン、はい、まあ誰か、ここで。はい、どうぞ。まあでも、地面頑張ろう。はい、裏工作。手札は相当悪くなくて、はいはいはい、墓地あるな。墓地うざいっすね。ちょっと俺強気に墓地張ってみら。まあ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 、ありあり。うねりありますみたいな顔をしとか、あったら置いてそう説ありますしね。まあギリ、うん、そう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 。うわー、胃に墓地張られたか。で、博士、まあ、ボツにさせたるかどっかで。旦那さんね、これは本当に貴重、貴重な1試合だから本当に貴重。さらに置く、こっちだな。ここにあえて貼っとくわ。じゃあこれでオーロラで、エネア満たしてるんで、はい、爆音波20、全員 20? あ、よくいたからちょっと私が供給してあげる。はい、バニビン君とやってるみたいなダメ感の感じですね、これは。一応いきます。バニビン君みたいだね、この怖い君。どうかどうか。ポケモン通信でブラッキー VMAX を山札に戻します。はいはいはい。じゃあ無限大な VMAX クイックボールを打ちます。これちょっと手札でいいか。で、まあマリーかな、押してます。はい、ハンドは5枚。ハンドは5枚ね、了解。無限大な V を手札に加えます。うん、イニシエの墓地割ってからやね、張り手。大丈夫かな。まあお任せしますよ、それは。イニシエの墓地なんか似ちゃられるの嫌なんだよな、それ。じゃあベンチに無限大な V 出して、はい、どうぞ。無限大な V、 ここの無限大な V を進化させます。無限大な VMAX、 お守りが結構うざい。で、無限大な VMAX の無限ゾーンが働いてるので、はい、クロバット V、 このまま出しちゃって、手札2枚なんで4枚、はい、きます。あ、ごめん、墓地でここにも2点乗るわ。あー、確かに確かに。ポケモン通信、はい、どうぞ。で、ブラッキー VMAX を山に返して、無限大な VMAX は2枚もいらない説がいざある。あるから捨てちゃうか。まあで、まだ山差あります、はい、ただここでエネルギーを引けないことの方が最悪なので、うん、まあ、ここはクイックボールでマリー。本当はマリー打つつもりだったんですけどね、旦那さんの嫌いな
俺の嫌いな、ね、そう、でもちょっとここで NA 引けなかったらマジでそれは気まずいね、俺も気まずいわ。そう、気まずすぎるので無限の悩み V 持ってきて、このワンセットを博士の研究でなんと捨てる捨てようかなと。博士の研究で手札3枚捨てて7枚捨てると。頼むよ、さすがにありました。あ、問題がうねりを一緒に引いてるかっていう話を。うわ引いてね、よく考えたらマジか。基本悪エネルギーを配り、いやーすやすやすやす、マジでこれ本気でうざい、最高、ガチでボツにしたいこの動画。ラッキーウェイにいます。まあでも倒せる。実は打点足りてないというか、ない、さすがにないか、足りてない、7枚ありますよね、さすがに、うん、さっきあれの状態で。 OK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 、 まあ一応お守り貼っとくか、はい、お守りもしこいつにどうぞ。じゃあ俺でノーセットエンドで騙します。21。 OK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 、 倒すのになんかムカつくなちょっと。はい、まあメソメソメッソン、メソメソメッソンね、1枚。おいいカード引いた、はい、まあレベル5から入ろう。はい、ジメレオン持ってきて。やるねーランナーさん、そのデッキ。ありがとうございます。進化、はい、前進化でエニオンハマれない、大丈夫だな。で、裏工作で、はい、ここはフラッシュにあるから、まあこのデッキの、このデッキたるゆえん、キバナ、キバナさんね、うん、で、こいつは今トップしたので闇ラミを出しましょう。うーわ出た、まあそいつをいただこう。さすがにキバナ、いや本当にうざい、キバナキバナじゃねえ、闇ラミ V で、まあ、これのおかげ、キバナのおかげでちょっとなんか強いという話を聞きますが、ここでいいや。はい、で手札を見まして、なるほどね、 OKOKOK、 じゃあ、はい、リセットスタンプ1回打とうか。手札1回だね。あーやだー、はい、やだー、マジでー、進化の子を使います。シーレギューソのカードだんだな。ベンチマリアのミオを使わないでいてくれるなら俺リセット抜いてもいいよ。で後ろは進化していいよ、マジでいきます。だなー、手張りだよね。で2個だいぶ噛み合ったな。困ったねー、キバナが強いわ。でね、キバナ強いっすね、好きなカード持ってこれるのは、うん、この三段進化見せびらかしとか前で、でもまあ上振れてそのダイナが殴ってくるなら、うん、クイックシューターの悪夢っていう顔ができるからそれしかないよな。いやお守りが強い、クイックシューターでは、まあここに2点、ほう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 、2点乗ると。 OK、 じゃあこれでマットネイルにしますかね、はい、相手のポケモンによってるダメ感の数かける60追加なんで、はい、6636追加37ダメージ、37ダメージ、まあ、43 43、663637ダメージなんで43、うん、43、はい、余裕でワンパン、さよなら、余裕でワンパンね。お、一旦風船ついてるブラッキー V でいいかな。あれ、無限の働いてないから、じゃあこの2点乗ってるクロバットで抜かりなくね、まあまあ、抜かりなく2点乗ってる。いや、それだけいいんじゃない、5匹に乗ったからこれで。そうですね、はい、じゃあこいつ前で終わり。じゃあ1枚引きます。さあ頼むぞ。まず忘れないうちに今ここ落ちたやつを邪念の翼しておきます、はい、いや付け替え手張り進化で前飛ぶんだよな。一旦旦那さんの嫌いなスーパーボールからだな。一回ね、はい、まあ、こっちも結構だいぶ順当な動きしてるからそっちも上振れてほしいね。絶対欲しかったクロバット V、 絶対防御将軍、はい、ポケモン通信、はい、でクロバット手札か、そうですね、ごめんなさい、はい、クロバット V 手札でポケモン通信で、はい、まあリブガルーンでいいかな、はい、無限ダイナブイマックスが山にいるので持ってきます。あと手張りだけですよ。そうです、結構落ちるな。結構落ちるな。それはまず無限大な VMAX に進化させて、もう別にあれだし打っちゃっていいよねこれ付け替え、まあ全然っていい、このままブラッキー V をベンチに、まあ、ここでいいか、無限ゾーン復活か、そうですね、無限ゾーンあるんで、はい、じゃあクロバット V、 まあ落ちるか、やっせえな、できるかなと、一旦くれないか、はい、これで、はいはいはい、はい、何でもござい、ドアクエネルギーを、お2個乗るこれもしかして、うわそうだった忘れてた、いやでもナイスナイスナイス、よしよしよし、うわぁ、マートポッチね、その2個ちょっとでけえな、マートポッチなの、その子はでけえ、意外とラッキー V を逃がします。で、その人15点なんで多分気絶しますね、気絶はしますね、うん、ね、うわぁここくれないよ、ちっそマジかジグサグマを出して、はい、どこにする、まあ乗ってるからここにしよう、ダメか気持ちいい、はい、じゃあこれでじゃあドレッドエンドで引き出させます。一旦くれねえのか、よし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 、ダンナーさんのリセットスタンプのおかげでね付け替えを引けたと、それは強えよ。さあ
いやでもまだ分かんないよ。突破してみろ。突破しますよ。はい、さすがに終了。この番突破するよ、気合いで。まあ最悪一旦もらえくれるけどね。ただその場合はそのダイナが逃げてガラファイとかでなんかお茶濁しされる可能性があるんよ。そうされるとボスも要求されて結構しんどいことになってくる。じゃあジメリオン前にしましょう。わかりました。1枚引きます。どうぞ。ひとろどうでもいい。旦那さんどうしようね、これさ。俺この番頑張るのかな。俺この番やるのかな。今ここでやるんだな、ライダー。じゃ一旦クイックボールで山にしてほしい。了解です。本番捨てる。もう二度と使わない本番 V ね。いやまあちょっと気合い。はい、手札見て OK。 一回、うんうん、ここは闇ラミだ。闇ラミさんね。え、いやもうやるか。俺やるわ。デルトルトだこれ。今やるんだな、ここでってなってる。何持ってくるんですか、クイックボールで。もう意味ないんじゃないですか。あー、入ってんのね、出てんね。さすがに保険はいい。偉いね、それしかねえんだよ、もう。もう出て偉いね。もうてか、ここで多分決めなかったらその台だけ後ろ下がって、なんかわけわかんないことされるんよ。このターンに決めてやると。まあ、このカット鬼のように大事だよ。上からどうします。上から、じゃあ4枚。4枚。はい、オーケー。カメラにだけ見しとくわ。上から4枚頼むぞ。で、これで火花に触れればいいんよ。闇ラミ出して、はいはい、で走る。ここは裏工作インテリアの線も残して進化しない。なるほどね。大ちゃんを頼むぞ。大ちゃん殺さないで。おえ、ちょっと待って。勝ったか。嘘でしょ。勝ったよ。強えな、ランドラさん。やるじゃん。やるね。ドヤ顔でオーロラにしとくわ。うわマジか。で、技宣言の前にね、落とし穴あるんよ。ちゃんと入れてるね。はい、技宣言の落とし穴あるんよ。2個乗っけてる、はい。まあ、一応裏交差点っていうのとかもありましたね。まあそうっすね、確かに確かに、うん、全然あった。ビッグシューター2個で。ここもあるしね。あぶね、シナリオ通りだ。まあここも受けは広かった。そうっすね。ガラジャマットの湯で6乗ってるんで、はい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 、36、37でもう一回43で。うわ、やられたんだけど。ありがとうございました。焼き花が1枚再落ちしてたから怪しかったっすね。いや、ないっすよ。あぶね。いや、いいもん見れました。はい、可能性見れましたよ。可能性は見れたね。ただやっぱなんかダイナとか V をワンパンしやすいデッキは、うん、ついわ、多分。